ハイ・ショウ氏は中国の東新末、南朝総発の政治家、歴史家。字は良き。本願は加藤軍儀危機祖父はハイ・マイ。父はハイ・ケー。陳珠の三国氏の中央付した人物として知られる。自身のつては僧女、南氏西にある。また、義に仕えたハイ・センの弟のハイ・キの六世の孫にあたるという。このハイは、 四季集下の戦者である。創村には、ハイネノがいる。八歳にして、論語、孟子の内容に通じていたが、ミなりはいつも簡素だった。391年から、伝中将軍により、しかし、闘神の書簡を歴任した。405年頃には、少々誇らぶろうであった。この時代、祖先の功績を称える、石文の混流が流行し、 事実とかけ離れた内容になっていた。そこで、石踏みを乱りに立てることを禁止し、内容は、町議の検閲を経るよう上層した。あと、416年、後に、南朝宗を建国する劉悠の北伐に従い、刺守守護として随行。劉悠は、落葉を奪回すると、廃升士に命じた。廃升士は、老病の際だ。返京の仕事を任せてはいけない。 陰景人氏と共に、静止荒い馬に任命することとする。その後、霊領内氏、国子博士に任じられる。南朝宗が成立すると、426年の文帝の代になって、功績を認められて、中所次郎、西五皇となった。あと、司令、紀州二州の大中世に転任。429年、文帝に命じられて三国時代の歴史書、三国史の、 中を作った。文帝は、これは、普及となるだろうと少子を称えた。また、新規を著述したが散逸している。その後も、大中忠や英華軍等の地方の大使を歴任し、最終的には、国子博士、太市中大部を兼任した。三国史の中は、原編三者、陳寿の記事に、陳寿が採用しなかったものも含め、移動のあるものも追記する方針で普中された。 これらの中和、廃少子中と呼ばれている。資料の量費はあまり気にせず取り入れているため、信憑性を問わなければ、陳珠の原著に比べて、読み物として面白くなったと言える。そのため、公尺詩の話の種になり、そこから、三国志演技の誕生につながっていくことになる。また、追記した資料の出典を明記しているため、三国詩の同時代やその少し後の時代に、 どのような資料があったか内容も含めて知ることができるし、資料著者の立場や時代によって、どのように説や主張に差異があるかを知ることもできる。当然ながら同じ事件であっても、義側の記録と触感、あるいは暮れ側の記録では、基調が明らかに異なっている。さらに、同時代資料と義の時代である精神、さらにその後である刀身に成立した資料とでは、 事件に対する受け止め方が異なるため基調が異なっている。そうした基調の変化に対する比較検討の材料を三国史の一部を占める配中として記録に残したことで資料価値を高めている。例えば義の総帽が殺された事件では事件に精神を建国した芝氏が関わっているためか、陳氏は記述をぼかしている。配唱氏は周の未ばの関心春秋は 関連書資料の中で最も成立が遅いが記録された殺害の天末が一番まとまった内容であるとして中の筆頭に引用し続いて遺説を挙げているこのように不中により読者に資料の比較検討の機会を与えているのであるまた廃傷紙は自説に反する文献も中に引用しているので廃中自体の再検討もできるのである 引用されている文献は、儀、呉、職官の順に多い。ただし、本文の分量に対する割合では、儀、職官、呉の順となる。杯将氏は闘神に仕えたという経歴から儀を政党として扱い、曹操を大祖、芝居を千王と呼んでいる。陳樹に対しても敬意を持って接しており、また、職官の特に諸葛亮にも好意的な態度が目立つ。 同様に、純育や神廃など、国家や主君に忠義を尽くした人間を高く評価し、彼らへの遺伝に対しては、感情的とも見える反論を書き残している。三国支援儀で採用された職官についての逸話は、多くを、廃中によっている。しかし、公正作家になった講談や三国支援儀などの、職官性討論による創作では、杯消支柱の根底に見られる陳樹への敬意は、 引き継がれなかったと、陳述を原作者として扱っているものがある。洛陽は、精神の首都であり、闘神にとっても脱会すべき目標であったが、健康を首都において久しい現状で、竜友は、名と表現したことになる。ありがとうございます。